はい、皆さんどうも、おしんチャンネルへようこそお越しいただきました、おしんです。よろしくお願いいたします。今日はですね、テーマの方は未来に約束してる人としてない人になります。これはですね、最近、いろんな方々にね、またご相談だとか、たくさんね、こういただいているんですけども、実際こういろんな方々のお会いしている中で、大きな差ね、結構いろんな方いらっしゃいますけども、そういった方々とお話をしている中で、実際こう未来に対しての約束ね、そしてまた自分自身が、未来にこう約束していない方っていうね、ものすごくこう結構な大きな差があるなっていうことをこう実感して、いろんな方にこうね、ご相談の中からこう聞いてるんですけども、実際私が最近ね、こう気づく点は、自分の人生に対してね、自分の人生に対して約束事をきっちりと、決めている方、ね、そして求めている方、求めていない方っていう部分がね、すごく感じています。でこれは何かって言いましたら、実際こういうね、こう自分自身の目的だとか目標だとかいろいろありますけども、あまりこう自分自身のこうどうなりたいかっていうことね、そしてどんな形で成功したいのか、そしてどんな人生を送りたいのかってことを、あまり描かないで淡々とこう過ごしている方も当然多くいると思うんですよね。でもどちらがね、こう有意義な人生になるかなと思った時に、やはり目的や目標、そしてどんな自分になりたいのかってことを思っている方が、日頃ね、こういろんな勉強をしている方にはたくさんあるんですけども、やはりいろんな本を読んだりね、セミナー講演を受けたとしても、なかなかこう人生ってこう変わらない。でなぜ変わらないのかって言った時に、よくお話しするのが、たくさんのこう自己啓発だとかいろんなものってね、自分が変わるためのものをたくさん世の中にいっぱい情報っていうのがあるんですけども、インターネットでもありますよね。でも実際にはそれを読んだり聞いたりした時にも、自分自身の例えば明日、明後日、し明後日、そして1週間後ね、そして10日後、そして1ヶ月後ってありますけども、なんか気づくと1年前の自分とあまり自分が変わってないなとかってよくありますよね。でもこれでよく言われたのがですね、お師匠さん一人が言ってました。3年前の自分と今の自分が変わっていなければ、あなたは変わってないんですよってことを言われたことがあるんですね。ですからこれは何かって言いましたら、今の自分にちゃんと気づこうよっていうメッセージだということです。ですから自分自身が未来の3年後に何か変化を持って自分がいたいなと思うんであれば、今の自分をしっかりと見つめ直すってことが一番大事だということです。で、例えば目標目的がなくても、今から考えて見つけるってことができれば、3年後の自分っていうのは確実に変わっていますよっていうことになりますよね。ですから実際に目的を持って生きるっていうことのテーマを自分自身に見つけるために、どんな自分になりたいのかってことを、例えば夢リストを作ったりとか、そういった自分のなりたいステージに対してコミットをしていきましょうっていうことがよくあります。ですけども、実際一番大事な何かって言いましたら、日頃生活をしている中で自分自身としっかり向き合う、そしてそのために何をしたらそのようになるのかっていうことに対しての欲求だと思うんですね。そして追求、そういった部分が非常に大事になってくると思うので、一番はやっぱその心構えなのかなと思いますよね。であとはですね、実際にこう自分の人生っていうね、人生ですよね、目の前のことよりも大きいビジョンのもとに、自分自身がどういう形で生きていきたいのかっていうね、高い視点から自分自身を遡ってきて今の自分にたどり着くと、自分自身からどういうふうになりたいかなって階段を作るよりも、もしかしたら中には高い自分の3年後とかね、人生の終わりから下ってって、こういう自分をたどってきたなという足跡を戻ってきて今の自分にたどる方もいらっしゃるかもしれません。ですから実際自分自身のね、その人生の全体像の中で自分の視点をしっかりと今気づく方も多くいらっしゃるかもしれませんね。ですから実際には何かって言いましたら、自分自身に対して期待をし続けるっていうことが一番のパワーになってくると思います。ですから実際に今ね、この見ていただいてあなた
実際にこう皆さんがたくさんね、いろんな方いらっしゃると思いますけど、あなたが実際に自分自身にもし納得のいってない自分であるとするならば、今まさにこの動画を見ていただいているということであれば、今実際にあなたが気づけるタイミングだっていうことだと私は思っています。やはりね、時は金なりって言いますけども、自分自身が何かをアクションを起こすにしても、目的がないとチャンスは見つけられませんし、掴むこともできないですよね。ですから今まさに自分自身が何か変わりたいなと思っているんであれば、今まさにそういうタイミングじゃないんでしょうかっていうことをね、この今日のテーマの自分自身の未来に約束をできる人、そしてできない人って分かれてきますから、ぜひあなたはこの今ね、このタイミングで未来に私は実際に約束をするんだということでね、素晴らしい未来にしっかりと結びつけられるようなことを、もしよろしければやっていただきたいなと思います。で、私がですね、最後になりますけども、大好きな尊敬している方で孫正義さんっていらっしゃいます。ソフトバンクのですね、孫さんは若い時に自分にはお金も何もなかったと。だけども実際にその中で唯一できることは何かっていうと、アイディアだって言ってました。これ何かって言いましたら、孫さんがずっと学生時代にただでできることで何ができないかなっていう時に、自分で発明を思いつくことだったんですね。ですから自分自身の今できるベストなことをやりすぎた時に、一番最初に自動ね、こう変換器っていうね、ものを作ったわけですよね。発明ですよね。ですから私たちは実際何ができるかなと思った時に、人それぞれ自分の得意分野だったりとか、ひらめきも違うと思いますけども、何か自分自身で毎日自分のいいところを探すとか、自分には何が得意なのかとか、自分にはどういうことをしたいと思っている自分がいるのかっていう、自分自身から何か引き出すことに対して一生懸命、時間を例えば1日15分でもいいと思いますよね。ですからそういった自分の中に短い時間でもいいですから、実際に自分自身のアプローチを、自分自身にアプローチですよね。そこから何かひらめきがきっと生まれるんじゃないかなと思っております。ですからね、そういった点をぜひ一緒にできればなと思っております。ね、この動画の方もですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしてですね、またインスタ、ツイッターね、アメブロの方やっておりますんで、お願いいたします。ではですね、今日も最後までご視聴のほどありがとうございました。またぜひお会いしましょう。ありがとうございました。